こんにちは。今回はね、日産の、えー、ローデルでございますね。もう、消費が、えー、ちょっとこうこう豪華になっておりますね。で、こちらなんですが、すっきりがいいということで、一人愛歴者アイデンティティがあるように、車物演月をかけて築き上げたブランドイメージがあります。日産ローデル、1968年、廃用ーナーカーでして誕生。以来25年、いつの時代にもローデルは、熟練された政党を発しるんでした。 それは、スターリングをはじめ、インテリア、既婚性能、そして、機能や設備に頼まれ、熟慮にサロンを踊る滑走の検点にした車だったからです。このコンセプトは、デりチェンジを重ねてば変わることなく、歴代ローデルに生かされ、また、そしてまた、今、新しいローデルが誕生したということなんですね。で、えー、今の時代に求められている高級車とはどのような車でしょうかそれエクストリアは、そのインテリアは、その走りの性能は、 スッキリがいい。新しいローデルはこの言葉をキーワードにしています。例えば、スターリング、直線を調和するスッキリとしたよにしました。しかも、サンダンバーのシャカバ場感を大切にしながら、取り回しにしやすいサイズでまとめています。インテルは、くそろいで移動的にるよるな修を確保。しかも、シートしたり、アトリムを普通し、上心にしたりて言います。同時にアイテムを搭載し、操作しやすい。 一にスッキリとレイアウトしています。パワーインターは前者6筒エンジンに統一。背高で快適、気持ちの良い走でを設備していただきます。新しいローデルは伝統を受け継ぎながらスッキリとしたモデルンジをしましたということなんですね。で、これが、えー、ローデルの車という形で、このようにね、えー、なっております。で、こういうふうにローデルの高級車のローデルがあると。で、ここに前のね、こういったところがね、 飾りが、えー、ついてて、まあ、当時の、えー、車というのはこうまだこうカクカクした車というのがねあったんですね。で、これも、えー、唯一こうカクカクした、えー、感じでして後ろの姿なんかもやはり威風堂々としたかっこよさがありますね。で内装も、えー、このように、えー、内装になっててでなかなかこの頃のオーレルは高級な車が出ています。 でここにとあのアナログあのデジタルではなくてあ、あえてアナログ式の時計をこうあるというところが素晴らしいなと思って、これは先代の、えー、ローデルから確かああのアナログ式の時計がなったんですが、まあ、これもまた素晴らしくいいなというところがありますね。ただちょっとここら辺だけがちょっとこの え、安っぽさあっがちょっとあるのが、まあ残念かなっていうところではありますが、まあその他は、え、こういうダッシュボードなんかは、まあちょっとこう高級になってるっていうか、そういうふうな感じがまたいいなっていうところですね。で、木目の,の方もありますし、で、こうやって室内なんかも、このようにね、あの、ローデンの、まあ室内をこう出してると。 という感じで、非常にこう白ビルとして、まあ、このシートなんかも非常にいいシートを使っているかなというところですね。で、えー、外見の機能さも、まあ、このように、えー、なてっていて、クラブ S ですかね、まあ、こういうふうなローデルもあるよということですね。で、こういうふうに、えー、V の,あの,あのローデルもあると。で えー、クラブ S ですと、まあ、このように、えー、高級 STH のエクシード、本革巻きスターリングシフトノブ、そして熟熱なグリーンガラスで特別に設備、お隣の高級スポーティーサロンですということで、えー、こういったものがあります。ただ、ちょっとこの方のローデルは、このダッシュボードのところがちょっとこう安っぽいかなというところがあります。ただ、こちらのローデルは、 そのダッシュボードなんかもちょっとこう高級感が出てますね。で、最高級グレードのメダリスト V、ファイビジョンメーターやローデルスーパーサウンドシステム、運転席、助手席パワーシートの魅力の設備を採用していると、えー、いうことですね。で、えー、これが、まああれですね、25ツインコンメダリスト V、G セレクションをご紹介します。 クオリティの高い設備をセレクトで採用。特別仕立てのローデフレすということでね。えー、こういう風な、えー、ロードになっているということですね。これはいいですね。ツインカムのメダリスト、まあ、あのメ,ダリメダリスト VG っていうのはね。これは結構いいなという風うには、えー、思います。内装も高級感だし、外見もいいですしね。で インテリアからの発想は、新しいローデルは、このフレーズをコンセプトにデザイン、レイアウトされているということでね、えー、実感できる資料と快適性、えー、高級車の新しいアイデアですということでね、そういったものをまあ追求して作っているということですね。なかなかいいなというふうに、えー、走りも白ルだし、全席も白ルで、なかなかいいなというふうに思いますね。で、えー、このようになっていると。 で、車と高鳴しながらゆっくりと走る心地よい運転性感覚にも待ち合わせています。オーディオや空調のコントロールスイッチはスっキりとレイアウト、温度と OS の両方温度スイッチやプッシュアップダイヤル式を採用、楽にもう操作できるということでね、こういうふうに操作配置なんかも、まあ、しやすいように、えー、できていて、いろんな設備をこうつけることが、まああ、つけるというかこういういろんな設備がついてますよということですね。で、そして、 えー、洗脳最大設備相手を搭載新しいデザインになりながら人,で人に優しい形一つ一つの使い勝手の良さは正統化サロンに、まあ、こだわったということで、まあ、こういう風になっていますねで、えー、こうやってカップホルダーがちょっとピコンとするとビューって出てくるっていうのがねこれがちょっと、あのー、安っぽいかなっていうのがあって これがあの自動でこうボタンを押すと自動でこうビューッとしまってビューッと出てくるような、まあそんなような流れが良かったんですけどね。まあ、あとはもうこういう風にデザインの好きなアナログ時計。これがまたね、まあ先ほど書いてるんだこれが非常にいいなという風な感じで。あとは電動型サンドルク。まあ当時サンドルクっていうのがね、流行った時代もありましたので。 まあそれをオプションかなんかでまつけることもまできたということですね。で、安全で快適な足組みのために日産の安全コンソブトですが、また環境や介護も十分にされているということで、この時代ぐらいからこのエアバッグっていうのがね、ボーンとこう出てくるようになりましたね。今までは、えー、エアバッグっていうのがまだなかったんですよね。で、この頃の時代ぐらいから、今じゃまあエアバッグっていうのは軽自動車もついてるぐらいだから、まあ まついてても当たり前ようになりましたけども、えー、この当時は90年代ぐらいの当時,当時よってのは当,当時はエアバッグがついてる車っていうのはあんまりなかったんですねでそれこそもうこういう高級車のクラスの車じゃないとエアバッグがついてないっていう今じゃ考えられないんだけども、まあ、そういう風な、えー、時代になりましたでこういう風になっていてねまあ何しろこの色がいいですよねこのクラウンあのクラウンじゃないローレルのね で、それでこういうふうにエンジンなんかも、まあ4種類え選ぶことがまあできたということで、ホイールもこのようにたくさん選ぶことができるってことですね。で、こういうふうにえーローデルのこの後ろ姿なんかもね、非常にまあいいなと思いますし、電動収納パワーステアリングなんかもこう取り回しのような付いてると。パワーステアリングなんかも付いてるから、まあ,あの力のないあんまりない方でも簡単にこう、 動かせることができるということですねで、このように設備がついていてでこれはローデルの、えー、メダリストかになるのかなね感じでこういう風になっていますまあ、なかなかいいですよね で当時は、こうなあの当時としてはまだ、あの今ではもう当たり前のようについてますけども、まあ、当時はそのテレビをつけたりするっていうのが、まあ、非常に豪華な、えー、時代でして、で、こういう風にテレビなんかもこうつけることがまあできたということですね、オプションによってですけど、ただ当時のことだから、やっぱ高かったんじゃないでしょうかね。 やっぱテレビつけるだけで20万とか30万とか、まあ、そのくらいはしたんじゃないかなと思うんですが、まあ、当時の純正のものであればこういうふうに、えー、ナ,ビあのレビナビとかテレビとかね、まあ、そういったものをつけることもまできたよということですねあとはこうコーナーセンサーとかね、えー、ピアトロンとか、まあ、こういったものがついててねハンカバーなんてのも、ね、ありましたねで、えー、なっていてでこれがオプションになるんですが、まあ、ローレルの オいろいろとこういうふうにいろいろなものがえついていて、ここにもこういろんなものがこうローデルに付いていたということですね。で、えー、これが当時のローデルのまあ価格表にえなるんですが、まあ、当時はこんなようなえ値段になっていたとい、ね。えー、223万6千円から256万3千円と、まあ、あって、いろいろと当てましたと。 でこれは平成5年の基承、えー、ですね、1月ですね、の時の、えー、もので、えー、ちなみにこれは正午日産の神戸の、えー、ところから、まあ、取り寄せたという感じになりますね。で、えー、そういう感じでこのように、えー、日産ローデルは、まあ、いろんなタイプを選べられているということですね。 えー、当時はローデルは 2500cc から 2000cc まであったんですがまあほとんどは2.5の方が多いかなって感じですねでもまあなかなかいいなというのは思いますけどもただ 2000cc と2500だと 1>, 1万円近く税金が違ってくるんで、まあそこのところがこういう手段なんかに対して考えるところかなと思うんですね。例えばこれワゴンとかだったらね、2.5だと、またさらにグッとこう大きさが明らかにこう違ってくるから、まあ選びやすいかなと思うんだけども、逆にセダンとなりますとね、 市場にちょっと悩みどころがあるんですね。でこの平成5年とか、まあ、そのぐらいの時ってま、まだ、あ、バブルはもう過ぎましたけど、それでもまだ景気は良かったので、えー、2.5だとか、えー、2.5の車とか、よく売れてたんですね。2.5とか3000の車ってね。だからまあこういった車なんかもまあ選べることがまあできたということですね。 でえー、これは 2000cc なんかもこのメダリストは選ぶこともまあできたみたいですね。で、えー、この上にこうちょこんとこれがついてるやつとね、ついてないやつでね、ずいぶん違うんですね。ついてるとですね、やっぱりこう、より高級感が見えておしゃれであって、で同時にそれこれがついてることによって、運転をするときに見やすいんですよね、シャガバを取ったりするのに。あのコーナーポールって、ここからウィーって出てくるのもあるんですけども、 まあそれだと確かにそれでも音程はしやすくなるんだけどまあ見た目がちょっとこうかっこ悪いというか <laughs> ちょっとダサいところがあるのであの声大きくしてしまって申し訳ないんだけどねですからまあここの,、えー、あのところが飾りがついてる方が飾りとしても意見があるし、えー、風格があってでここにちょうどボンネットの先端あたりに真ん中についてるんで まあこっちの方が、どっちの方がついてると分かりやすいなっていう感じですね。で、あとは、まあ、こういうふうに、いろんなのがまあ選べるとえいうことですね。で、そうですね、2.8までね、まあ、あったんですね。で、こういうのがいろいろとありまして、2000というのも、まあ、これは一番グレードが下になるのかなというのもあるんですが、 まあ、これ内装はいいんですけどね、この前にちょこんとしたものがないっていうのがちょっと残念かなって感じで、色もちょっとこれレッドってのは、あんまりこういうローデルはあんまり見なくない、色は見ないですけど、まあなかなかこれもこれでちょっと人の好みによるところかなというふうにはえ思います。まあこれに写真に関しては、下のグレードに行っても、 まあそんなな違和感はないですね車種によってはねあの下のグレードに行けば行くほどんだかどん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 質素になってくるっていうかね あのそういうのがはっきり分かるやつもあるんですが、こ、ま、れ、あ、ローダーに関しては、えー、上のグレードだろうと下のグレードだろうと、別に下のグレードだからなんかあの安っぽくなるのかといったら、そんな感じもなく、ちゃんとした、えー、作りになっているというところが、非常にいいなと思いました。この時代は本当にあの、ねまあ、バブルは崩壊はしてはい,たいたんですが、まあ、景気はまだ良かったので、まあ、こういった車が作れたという、えー、ことなんですね。 だから私は基本的にこのローデルは好きなローデルの一台でもあるかなと思うんですがまああの残念ながらね、えー、今ローデルは確かなくなってしまってでもこの方の車自体がもうあまり走ってるのもあんまり見かけなくなったかもしれないですね今もう現役でこれ走ってるのは全国でどのくらいあるのかはまあからないんですがあんまりもう見かけることはなくなったかもしれないですねももう平成も 終わってしししままいましたし、えーまあ、この車が出てた当時って言ったらもう今から25年も昔の話なので、ね、まあ大体いい車って大体いい10年ごとぐらいですかね10年ぐらい経つと大体いい街中の車って、えー、わガラッとこう変わってきてね、えー、もう10年ぐらい経つと、まあ、走ってるのもま,あ、まだ10年だとまある車種もあるんだけど。 まあほとんどの車種はもう10年以降以前の車以降56年前の車とかにこう変わってきちゃってるんでね中,中古であってもねだから10年ぐらい前とか20年前とかになってくるとだん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 こう数がすごくこう少なくなってくるだから10年経ってもまあ音見かけの量が少ないぐらいだからそこからさらに10年経つと もっっと貴重になってくるってことです、ね、で、す、え、ね、ー、こういうふうに、えー、なっています。だから今ではこれはもう貴重者ですね。もう物があんまりもう見ないですからね、このこれは。で、私はこう数ある色の中から私はこれをチェイスしたいなと思うんですね。この色がいいなっていう、このクリームの感じが落ち着いた感じで、この色合いが私は好きなローレルだったなというふうに思います。まあ、焼もね、 なかなかこれは神戸のところで取り寄せたもんですけども、まあ、なかなか少、あ、子、のー、なんかもこういう風な、えー、高級なね、えー、感じで昔はこういう風にカタログごとにね、あのー、ちゃんと車種,ご車種はこう写真では載ってないんだけども、まあ、カタログごとに少子ごとにこう車種ごとに少子が違っているっていうのが、えー、昔のカタログの面白いところかなと思うんですよね今の車のカタログって前年かみんなを統一されちゃってるからね あんまりこういうカタログにこ,うこだわるっていうのがあんまりないんだけども昔はえこういう風にカタログごとにこ,うこだわっていたっていうところがまたそういうところがいいなっていうところがあってそれ,それでもうこの車を買うとまあこれは当時ね無料で買いま無料でもらいましたけどもまあこういったのをこう車の中にこうさっと入れておくと。 そうするとまた何とも言えないこの良さがねあるなっていう感じでありますかね。というわけでどうもありがとうございました。